こんばんは、ラスカルでございます。今回ね、ちょっとツイッターとかで話題になってることについてお話ができればと思って動画を撮っております。というのもね、ちょっとラーメン屋さんとかで最近バズってるというか内容があって、いわゆるその二郎って言われるラーメンのもので、マシマシとかね、いうその野菜のトッピングをすごい増やしてもらったりするサービスがあるんですけど、そのサービスをした上でかなりのね量を残されて帰ってしまわれたというお客さんがいらっしゃったみたいで、そのことについてね、お店の人が注意でね、ツイートをしたところ、結構バズったっていう内容なんですけど、僕らも動画内でね、かなりそのいわゆるマシマシだったりメンマシって言われる量が増えるものをやっているので、これを言える立場ではないんですけれども、僕らがね助長している部分もあるかと思いますので、だからこそ僕らが言わなきゃいけない内容かなと思って今撮影をしております。いわゆるね、二郎系ではなくてラーメン屋さん、普通のラーメン屋さんですと、だいたいね一杯麺量が茹でる前で130から150g 前後ぐらいにトッピングが乗ってる形になってまして、だいたいね普通のラーメン屋さんの麺だと茹でた後に 1.3 倍ぐらいの麺量になるわけなんですよね。なんで、全部トッピングとかを合わせてもだいたい 300g から 400g ぐらいの間になります。ただちょっと二郎系っていうラーメン屋さんってまたちょっと特殊で、これ基本的に並小って言われるものの麺量っていうのが、店舗にももちろんよるんですけど、 200g から 300g ぐらいの茹で前の量で、多いところだとね大とかにする場合、500g とか、もしかしたら店舗によってはもうちょっと多いところもあるかもしれません。で、二郎系の特徴って茹でた後の麺の量が普通の麺よりも膨らむので、だいたいね 1.6 倍とか多いところでは 1.8 倍になるんですよ。そうすると、麺だけで茹でた後だいたいね 300g ぐらいから 500g ぐらい、波でもそれぐらい多くなります。で、そこに野菜が乗っかったりして、結構ねデフォルトのサイズでも600、700、800g ぐらい一杯であるのが結構基本なんですけど、だいたいね皆さんが一食食事をするにあたって摂取する量っていうのが、だいたいこれも人それぞれだと思うんですけど、 300g から 500g ぐらいの量で一食がお腹いっぱいになるってことなんですけど、なんで多分普通の二郎系ラーメンってそもそもがね、一般の方が食べた時にもうお腹いっぱい動けないよってぐらいの量があるものなんです。これね、ちょっと無理に増したりしないで、自分のお腹とね相談して楽しめるだけ注文していただければと思います。そもそもそんなに食えないよっていう方でも、食券を渡す際に麺半分でとか言えば麺量を減らしたりできるんで、各おのおのね、楽しめる量で麺野菜ともにね楽しんでいただければと思います。やっぱりいろいろねお世話になってるお店もたくさん多いので、こういったお話を聞くとね、なんかとても悲しい気持ちになると言いますか、野菜増しとかそういったものって結構ほとんどのお店がねサービスとして無料でやってるところで、お客さんは無料でお金がかかんなくても、お店はやっぱりお金をかけてやっているサービスなので、それをやっぱり無限にするってことは良くないですし、お店さんだけがね悲しむ結果となりますんで、食べてるお客さんだけが楽しむんじゃなくて、提供しているお店さんもね気持ちよく営業ができるように食べる方もご協力いただけると幸いかと思います。ちょっとね今回の内容は別に面白い話とかじゃないので、長々とね聞いていただきましたけれども、ぜひこの話を参考にしてですね、皆さんもね各々自分が一番楽しめる量でラーメンを楽しんでいただければと思います。以上、ラスカルからでした。じゃあね、ごめんね車内から暗くて